皆さんこんにちは、ツコミゴードです。引っ越しましたよ。どうですかこの家、この日当たりはどうですか。ああやばい、今ニキビ、あ最近暑いからニキビできちゃった。まあそういうニキビの動画ではない、残念ながら。数日前に引っ越してきて、今すぐでも家を案内して見せたいんだけど、あの前の板橋区の家よりこの家は窓が多くて、またカーテン買ってないから、あのね、外の景色見られたらね、俺どこに住んでるかバレるじゃないかと思ってね、あの熱狂なファンがもう家の前になんか毎日雑踏していたら、他の人たちがね、この建物に住んでる他の人たちは困ると思いまして、そのこの優しい心構えの私なんだから、あのちゃんとカーテン買ってから家を案内します。でも引っ越しましたけど、人生、まあ子供の時はずっと実家で同じ家だったから、あのずっと引っ越したことなかったけど、大人になってシドニーとかで何回も引っ越したんだけど、今回初めて、一番楽、初めて違う、今回は一番楽な引っ越しでした。なぜかっていうと、あの引っ越し屋さんに頼んだからだ。今までは重いものとか一人でやろうとしてめっちゃ大変だったけど、もう引っ越し屋さんに頼んで、もう3人のプロが来て、もう壁とかドアに傷つけないように、あのすぐに運んでくれて、引っ越し、まあもちろんあのそれ引っ越し屋さんが来るまでは箱に荷物詰めてとかそういう準備したんだけど、実際来てから、あの次新しい家に荷物が全部入ってるまではなんか3時間もかかれなかったから、素晴らしいと思います。いやー、とても効率良かった。こんな話で盛り上げようとするのは、俺がおじさんになったってことが、引っ越してような、この新しい家は、あ寝室はまた別だから、この部屋、見える?この、あ、ちょっと汚いか。まあ、この部屋、ちょっとまだ完全に片付けてないから。でもこれからの動画、これからの君と俺との付き合いは、まあ、ほぼこの部屋で行われるということで、よろしくお願いします。そしてもう、引っ越しっていう気分転換を利用して、これからもうちょっと頑張っていきたいと思います。板橋区でちょっと正直はサボっていました。これからも学校ももちろん、ドラムの練習、ドラムの動画、ツコミゴードの方も、もうちょっとしっかり頑張っていきたいと思っています。まあ30歳になって、結構さ、自分はどんだけ努力できる人なのか、ちょっと見えてくるから、それに対して、いやー、私はどうせすぐ諦めちゃうとか、どうせそんな努力できないとか、動画もう今までその20代の10年間頑張って早起きしようとしてたんだけど、結局うまくできなかったとか、だから頑張ってもできないという、なんかそういう気持ちになりがちなんだけど、でも私はそういう気持ちに負けたくないから、これからでももう今までよりあのしっかり努力していきたいし、あの自分、今の自分がそのままで決まっちゃったように、あのね、満足してはいけないかなと思いました。それじゃあ、引っ越したからにはいろいろまた買い物しちゃったんだけど、これが来たんですよ、今日これが来たんですよ。よいしょ、はい、見える?ゲーミングチェアが来た。ゲーミングチェアが来ちゃいました。で、これからは毎日このゲーミングチェアでゲームやっていくっていうのではなく、あの朝の、まあね、ウイルスの影響で、そういうこれからも結構オンライン授業が続くみたいで、朝の授業の3時間、このゲーミングチェアで心地よく授業行きたいと思います。その上に、今まではこのどうですか、この靴下の、今まではこれ、みんな覚えてる？俺テレビ買った時は
あの リサイクルショップに行って他の商このお店の他の商品買えばこのテレビが無料であげますみたいなすごく怪しい看板怪しい取引だったんだけどそのお店で500円とか600円でこの椅子買ってテレビが無料になった。まあテレビ欲しかったからこの椅子買ったんだけど1年ずっとこの椅子使ってるしあんまり体にあんまり良くはない。普通の椅子なんだけど長時間座るにはふさわしくないし、なんかどうしてもさここがちょっとこうやって斜めになってるからなんかどんだけ姿勢正しく座ろうとしてもちょっとなんか滑っていく。だからそうならないように、そしてこれからもね30代のこの腰守っていくためにゲーミングチェアを購入しました。だから今日は開けてみて組み立てましょう。説明書が来た。組み立てるのは難しい簡単か全然わかんないけど、とりあえずやー部品が多いな。これ部品多いですね。いやー俺が組み立てる前にもうカメラのバッテリーがなくなるかもしれないけど、頑張っていきましょう。全然関係ない話なんだけど、俺今朝そういう脇のあれ塗るの忘れて、で普通にエアコンつけたらそういう音がマイクに入って雑音がうるさくなるかなと思ってエアコンつけてないままでちょっと作業し始めたけど、もう早速汗がかいてもう脇の匂い臭いんだよ。もう作業してるだけなんか脇臭いなって思うぐらい。関係ない話ですいません。終わりました。30分ぐらいかかっちゃったね、これ。最後ちょっと手こずったけど、まあこんな感じです。どう？かっこいい、かっこいい。これでもう編集も学校も腰を痛めずにやっていきたいと思います。でこれは1万6000円で買ったこの謎、まあ、知らないブランドなんだけど、ヨーリオという。俺は知らないんだけど。ゲーミングチェアは本当はもっと高いイメージがあるんですよ。本来はなんか3万、4万ぐらいするんだけど、これは1万6000円でもうしっかりしてるもの、しっかりしてる上に普通にまあ見た目もかっこいい。だからいい買い物したと思います。まあすぐに壊れなければっていう話なんだけど、俺の兄ちゃんはなんか結構腰悪いんだけど、腰の話ばっかりして俺おじさん腰がそ 痛いんじゃないけど、痛くはないけど気をつけましょうっていう心構えがあるだけなんだけどでも俺のお兄ちゃんはお兄ちゃんの方はおじさんだからね。お兄ちゃんは腰よく痛くなるから、なんか自分専用のゲーミングチェア買ったらもう5万以上かかった。5万円以上かかったね。でもそっちの方はなんか自分の身長とか身長
とか会社に送って自分なりのそういう体に合わせたあのゲーミングチェア作ってもらえるから、まあまあ腰は大事なんだ。いえ、かわいい。今日の動画はこんな感じで、ルーム、家、ホームツアー楽しみにしてください。あと今週の飲み会は多分土曜日の早めにしたい気持ちもあるんで、よろしくお願いします。じゃあねー。今聞こえる？これ電車が通ってる音。マイクが拾ってしまおうかな。これ電車線に囲まれてる家なんで。